バッサークッペドイツグライダー博物館第一次世界大戦の戦死者の記念碑バッサークッペはドイツのヘッセン州のレーン山地の中の海抜950メートルの丘である。フルダのゲルスフェルトから5.3キロメートル離れたところにあり生物保護地区となっている。フルダ川とリュッター川の水源で2つの川は50キロメートル先で合流する。 オブジャロダルクテスコフスティンファードスコープが連なっている。第一次世界大戦後、ドイツでは将来の軍備の基礎となる青少年に滑空機教育を盛んに行った。その結果、機体の設計技術、操縦術が発達し、バッサークッペは滑空機研究の聖地となり、世界各国からも人が集まった。 近くのダルムシュタット工科大学の学生たちが1911年頃からバッサークッペでグライダーで飛行していたが第一次世界大戦の後ベルサイユ条約で動力機の製造が制限されるようになった結果ドイツではグライダーへの関心が高まった1920年から毎年グライダーの選手権が開かれグライダーの高度記録飛行距離記録 飛行時間の記録が樹立されるようになった。アルチュールマルテンス・アーサー・マーチンが産地に沿って吹く上昇気流を利用して長時間飛行することをはじめ、バッサークッペに世界最初のグライダー学校を開いた。1924年にオスカル・ウルジヌスが最初のクラブハウスを建設し最初の競技会を開催した。1930年までに競技会は 国際的なものとなり、ヨーロッパやアメリカのパイロットが集まるようになった。1924年に、ウルジヌスは、運輸大臣の輸送部門の事務局長の、ブランデンブルク博士の協力で、グライダークラブを収所間の研究所にした。論、ロッシッテンゼルシャフトが設立され、飛行学校とグライダーの製造が行われ、基礎研究の部門も設立された。 アレクサンダー・アリピッシュがロン・ロッシッテン・ゲゼルシャフトの会長となった。1920年代から1930年代に、研究所には、ドイツの航空会を担うことになる多くのドイツのエンジニアやテストパイロットたちが働いた。それらの人々の中には、ギュンター兄弟、ウォルフ・ヒルト、ホルテン兄弟、ロベルト・クロンフェルト、ハンス・ヤコブス、アレクサンダー・アリピッシュ、 ウィリー・メッサー・シュミット、ハンナ・ライチュ、ペーター・リーデル、アレキサンダー・シュライヒャーなどがいる。この時代に無病気機やロケット動力機の進歩がもたらされた。第三帝国時代は、グライダーの活動は国による統制を受けるようになり、ヒトラー・ユーゲンとのパイロットと共感を育成し、空軍のパイロット育成の最初のステップに利用された。ドイツ核空気研究所の下で、 グライダー研究も国有化された。第二次世界大戦後はアメリカ陸軍のキャンプ、レーダー監視基地が設置されたが、1951年にドイツの航空に対する制限が解除されると、バッサークッペにグライダーの飛行が戻り、1970年代の初めから流行したハンググライダーの飛行地にもなった。 ドイツ統一と冷戦の終結で1990年代にレーダー基地と監視基地は撤去された。1970年に最初の競技会からの50年を記念してドイツグライダー博物館が設立され、1987年に新しい建物が建築された。バッサークッペにはオールドタイマーセーゲルフラグクラブの本部があり、古いグライダーの飛行を行っている。 グライダーの歴史とともにパラグライダーやスノーカイトなどの新しいスポーツができるスポーツセンターとして開発されている。陶器はスキー場として使われている。ありがとうございます。